皆さんに速報です。どんでん返しの物語を見るためには映画館に行かなきゃいけないなんて思ってはいませんか？実際のところ人生そのものが最高な脚本家なんです。そこで今回は嘘みたいな実話を紹介していきます。でも気をつけて、一つだけ嘘の話がありますよ。1. ジャックという名のヒヒ。19世紀は多くの人にとって厳しい時代でした。そして独身男性ジェームズ・ホワイトも苦労をした一人。彼はケープタウンのポートエリザベス鉄道で働いて、車両の間をよく飛び跳ねていたことからジャンパーと呼ばれていました。でもある日悲劇が起こります。なんと彼は転んで両足を失ったんです。恐ろしい体験をしたジェームズは、仕事をやり遂げるためにもアシスタントが必要だと感じ、ヒヒを雇うことにしました。後にそのヒヒはジャックと名付けられたんです。ヒヒが仕事をこなせるわけがないって？そんなことはありません。ヒヒのジャックは9年間も働いて一度もミスをしなかったんです。鉄道会社はジャックを正式に雇い、1日20セントのお給料を上げました。しかしジャックの労働は結核で亡くなる1890年まで続きました。 2. 最も長いパフォーマンス。コンサートがあまりにも長く感じたことはありませんか？あるという人は下のコメント欄で教えてください。最も長いパフォーマンスといえばこちらのお話。ドイツのミュージシャンと哲学者は何年もの間曲を演奏するという決意をし、そのためにもジョン・ケージのオルガン ASLSP を選びました。そして作曲家の指示に従い、可能な限り遅く演奏しているんです。ちなみに演奏が終わるまで639年かかります。実際に2001年よりドイツのブキャルディ廃教会で演奏が始まり、なんと2640年まで続く予定です。これはさすがにすごいですよね。 3. 持ち上がるシカゴ。シカゴに行ったことがあるという人は、とても面白い歴史を見てみましょう。19世紀の頃、シカゴはミシガン湖の水位から数メートルの高さの場所にあり、それはあらゆる問題を引き起こしました。水が正しく排水できず、道路が耐えられず泥だらけになっていたんです。排水のシステムを作るのには非常に高価で時間もかかるため、当局は2番目の選択肢を実行する決意をしました。それは町全体を数メートル持ち上げるという方法。不可能のように思いますが、この大胆な計画は徐々に現実のものとなりました。実際に約20年かかり持ち上がったんです。そしてすごいことに、持ち上がる間シカゴの忙しい生活に変わりはありませんでした。人々はホテルに泊まり、レストランを訪れ、食品などの買い物もしました。でもこれらの建物は毎日少しずつ持ち上がっていったんです。驚きですよね。 4. 最もラッキーな女性。ありえないほど危険な状況に陥ったことがあるという人もいると思いますが、ポーランド系ドイツ人のパラグライダー選手エワ・ビシニエフスカが2007年に直面したものとは比較ができません。バレンタインの当日、ビシニエフスカはパラグライダー世界選手権に向けて練習をしたんです。でもその日は天気予報が良いものではなく、これが最悪の決断となりました。ビシニエフスカはなんと2つの雷雨に巻き込まれました。どうにか抜け切ろうとしましたが、その高さは約9700メートル。低温と酸素欠乏により意識を失いました。幸いにも時間が経ち、パラグライダーが落ち始め、彼女は無事着陸しました。彼女の息を呑むような物語は ABC1 とフランス5がミラクルインザストームと題して映画にするほど多くの人を感動させました。5. しゃべるアザラシ、フーバー。1971年、海岸である赤ちゃんアザラシが発見されました。母親が亡くなってしまったようで、ジョージ・スワローという名の男性がそのアザラシを連れて帰り、フーバーと名付けました。フーバーはすぐ成長し、新しい父親と過ごすうちに、ジョージのアクセントやキャッチフレーズを真似るようになりました。とはいえ、
フーバーはあまりにも大きく成長し、大量の食料が必要になったため、飼うことができなくなり、ニューイングランド水族館に引き渡されたんです。最初、フーバーは静かでした。5年間、一言も喋らなかったそうです。でも、少しずつ周りの人や環境に馴染み始め、フーバーは再び話し始めました。例えば、ハローや、Come over here という英語のフレーズは当たり前。この喋るアザラシはすぐに有名になり、グッドモーニングアメリカなどにも登場したそうですよ。6. 不思議な失踪。20世紀にオーストラリアで奇妙なことが起こりました。森の中でピクニックをしていたあるカップルが警察に遺体を見つけたと通報します。近づくのが怖かったため警察が来るまで待ちました。すぐに駆けつけた警察と救急車はグレーの肌をしたアザだらけの体を調べ、まだ生きていることが分かりました。そして近くの病院に運ばれ、衝撃的なことが明らかになったんです。なんと体の構造自体が 80% も異なっていて、医者は状況を改善する方法が見つかりませんでした。その謎を解決する方法を探している間、その体は鍵がかけられていて保護された病棟から消えたんです。言うまでもなく、今でもどうなったのか誰も知りません。不気味すぎる。7. リスクの高い賭け。1956年、大胆不敵なアメリカ人のパイロット、トーマス・フィッツパトリックは、ニューヨークの路上で飛行機を着陸させることができるという賭けをしました。彼は、ニュージャージーのテターボロ航空学校から短髪機を盗み、ニューヨークまで飛ばして賭けに勝ったんです。ラッキーなことに、100ドルの罰金のみで所有者も告発しませんでした。でもその2年後に、また同じことが繰り返されました。フィッツパトリックはとあるバーでバーテンダーに賭けの話をしたんです。バーテンダーは彼の話を信じなかったため、トーマスはまた別の飛行機を盗んでイエシバ大学の目の前に着陸させました。そして今度こそ彼は罰を受けることに。フィッツパトリックは6ヶ月の懲役刑の宣告を受けることになりました。8. 恋するペンギン。2007年、2匹の可愛いペンギン、グレープ君と恋人の緑は、東武動物園に移されました。そしてこの時点で、このカップルはなんと10年も一緒にいたんです。しかしある時、緑はグレープ君の元を去り、若いペンギンの方に行ってしまいました。グレープ君はショックを受け、他のペンギンからも孤立し、コミュニケーションも取らなくなったんです。そこで動物園側はグレープ君の囲いの近くにフルルというアニメキャラクターの切り抜きを置くことにしました。信じられないことに、グレープ君は恋に落ちちゃったんです。何時間もフルルを見つめ、その切り抜きに近づこうと全力を尽くしていたそうです。残念ながらその時にはすでに20歳だったので、健康面も徐々に悪化していきました。そしてその年に彼は亡くなり、2018年に東武動物園は新たな切り抜きを置くことにしました。フルルの隣にグレープ君のイラストを展示したんです。愛の力は素晴らしいもの。9. ローンチェアと空の旅。カール爺さんの空飛ぶ家という映画、見たことありますか？この映画が出る前、実際にある男性は風船の旅に出かけたんです。ラリー・ウォルターズはパイロットになるという夢を持っていましたが、視力が悪かったため夢を叶えることができませんでした。そこである日、彼は夢を実現するために 2.4 メートルの観測気球を買い、ヘリウムを入れて椅子に取り付けました。風船を撃ち落とすためのペレット銃、カメラ、ラジオ、サンドイッチ、そしてビールも一緒に持っていったそうです。そうしたらなんと彼は4900メートルまで高く登ることができました。約45分ほど空を飛び、いくつかの風船を撃ちました。しかし下に降りている間、風船のケーブルは電力線に巻き込まれてしまい、20分の停電を引き起こしました。でも幸いなことに、ウォルターズは無事着陸ができたそうです。そんな彼の旅は、あの有名なダーウィン賞のアットリスクサバイバーの称号が授与され、
クラスターバルーニングと呼ばれる新種のスポーツのきっかけにもなったんです。10. ウサギの妊娠。1726年にイギリスは長い歴史の中で最大の謎が起こりました。メアリー・トフトという名の若い女性は動物の部分とよく似たものを産んだんです。そこで彼女はジョン・ハワード博士に見てもらうことにしました。最初彼は彼女のことを信じませんでした。でも出産時に経験したウサギのように見える動物の部分を彼に見せたんです。そこで彼はこの奇妙な事件を調べることにしました。メアリーの物語はすぐに有名になり、それは英国王室が何が起こっているのかを調べるために自身の調査官を送り込んだほど。いくつもの調査や検査、そしてメアリーからのウサギの配達を経て真実が解明されました。メアリーの怖くて不思議な物語は嘘だったんです。なんと夫のジョシュアが若いウサギを買って彼女が世界を驚かせる手助けをしたそうです。なぜこの二人がこの奇妙な考えにたどり着いたのかは知りたくもありません。それでは皆さん、最初に言ったことを覚えていますか？どの物語が嘘なのか考えてみましょう。分かったという人は下のコメント欄で教えてくださいね。また新しいことが学べたという人は動画を高評価してお友達にもシェアしましょう。でも待って、まだまだあります。ブライトサイドでは2000個以上もの面白いビデオが揃っています。気になるビデオをクリックしてみてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。